公開されたのは来月1日に導入される東海道新幹線の新型車両 N700S です。 JR 東海では N700 系以来13年ぶりのフルモデルチェンジとなる新幹線の車両で、最高時速360キロで走行できる性能があり、海外輸出も視野に開発されたということです。 N700S は全ての席に電源コンセントが配置されているほか、車両がすれ違う際の横揺れなどが従来より大幅に抑えられて、乗り心地が向上したということです。 N700S の導入がですね、今の落ち込んでいる旅客の輸送に対しての、起爆剤といいますかね、きっかけになればというふうには思います。はい、N700S は今年度中には12編成の導入が計画されています。